藤士吉高は、日本のカメラマン。アルジャジーラで働いたことがあるたった一人の日本人。千葉大学工学部画像工学科卒。早稲田大学大学院政治学研究科修了。陸時と空時が両方ある基地の町で生まれ育つ。父方の親戚は自衛官だらけ。元カメラグランプリ選考委員。スチールカメラマン経験18年。 科学技術ライター経験8年。世界科学ジャーナリスト連盟の参加、各国協会交流により、カタールアルジャジーラ TV にて4週間、講師として、撮影技術等を現地スタッフに教えた。愛知サイエンスフェスティバルコーディネーター。2014年4月から、北海道大学物質科学フロンティアを開拓する、アンビシャスリーダー育成プログラムのプログラム教員。 博士家庭教育リーディングプログラム推進室、広報企画推進室。2018年4月から、お茶の水女子大学で、全学教育システム改革推進本部リーディング、大学院推進センター特任講師。10月より、大学共同利用機関法人情報、システム研究機構国立情報学研究所勤務。日本漫画学会所属。ありがとうございます。